勢10人。どうもどうも、海洋です。ゆうです。ゆうです。たかるでございます。ロンです。ふゆです。ガンタルトと申します。白蛇と申します。パズムです。キリンレモンです。この10人でやっていきますクルークルークルー。最後に引くか、悩むねこれね。違う、こっちじゃない。みんな来てる。いやー、みんな来てる時って難しいな。お、え、早い。今オフィスの隣からでバイタル見たら、もうピオさん死んでたんで急いで押しました。ふぉー、え、電気直しに来なかったぜなんじゃないですか。いや、電気、ピオさん電気直してたんで逆じゃないですか、うん、電気を直した人たちの、あ、ピオさんいたの、なんかあれ、ね、なんか人多すぎて多すぎて、そう、ちょっと出せ、俺電気行ってないぜ、標本室だったからもう任せた。あー、そこしたら電気の、直した人たちの中にいた可能性の方が高いですね、下手したら。電気室俺も行ってない、ね、でもカエルさんは怪しいっすだけ覚えとけよお前、ほんと覚えとけよお前ほんと覚えとけよお前これでも確かに今、まあ、カエルさんが帰ったらペア電気室行った人は誰なの。ちょっとまだ押すな遊ばせよ、クルーを遊ばせよ。一応行きましたけどとりあえず電気室行くは来ました。私も行きました、行きましたけど直ってました。多分ピオさんが直したんだと思う。一番最初の方にもういたんで、で、どこに出てってどこに行ったの、ピオは。それがわかんないですよ、僕。いやちょっとゴシゴシしたから、そう、わからないですよ。ここ私とブーノンさんは電気の上の廊下でなんかタスクやってたかな、ブーノンさんとやってました。で、そこにレモンさんも来ました。レモンさんもそうですね、酸素ルームからあのタスクやってた途中だったんで、あの酸素ルームから長廊下入っていく感じですね。で、その時にはいなかったですね、ピオさんは。わからない。まあ多分その電気室近くで多分死んでたんじゃないかなとは思うんですけど、下手したら時間的に考えたら、俺本当に標本室だったから。俺小坂さんと会ってそのまま通信室に行ったから。押すな。わかんないし。カエリオさんの名前は確かに見たな。ダチョクラブから。押すなって。ダチョクラブ。本当に後悔するよ本当に。やってねえからな。本当にやってない俺は。なんか聞いたくらいな感じですね。それでも2票。ああああ、カルさん、僕はやれないっすすごい、なんか逆にダイイングメッセージがいやーすごいな。ちょっとね、慣れてきたけどね、バイタルが見れ、なるほど。これをやっていると見せかけて、ノンさんいるけどバイタルに張り付いてるって。やるかな。あれ、これファイルなの。ファイルだと。みんなが標本室に行くからついていく。ん？あれ？あれ？あれ？怪しくない？怪しくないですか？今、あれ？あれ？レモンさん？え？え？なんでこっちにいるの？え？え？怖い。え？どっちも怖い。え？なになに？怪しい。怖いな。これみんなでいたらいいのかな。怖いな、どうすればいいんだろう。ちょっと待って、もう二人。
れ死んでる。あ、死んでる。あれ？ごめん、バイタルから。ああ。うん。ふゆさん会ってないんすよ。会ってないですね。私ファドマさんとレモンさんがなんか穴の前にいたから、これ。どうしようってみんなでお見合いしてほしい。多分きっともうめちゃくちゃ怖くて、これどうすればいいんだろうと思って、2人いるから多分無事になれるかなと思って。ペイさん今どこから移動しました？俺ね、通信室をずっとやりたかったんだけど、ノンさんが中にいるから怖くて入れなくて。え、その後どこ行きました？オフィスに押しに行った。あとあそこでさ、俺通信室とウェポンルームの間で一瞬止まっとったやん。ました。あれがバイタル見てる時だったんよ。あ、見れるってことね。そう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 、そこでそれでバイタル見て、そのままオフィス。おー、左側は誰もいないってことですか？じゃあ、じゃあ私酸素ルームとかをやってました。私今研究室から女性室に入ってましたね。なんか誰かが女性室の方にバーって入ってったのは見た気がする。あ、そう行きました。でちょうど閉まった時に小坂さん向こうに側にいるなと思って。そうそう、小坂さんとファゾムさんが最初まあ集まってて、そうそう、そこ行きましたよね。僕多分そのそうですね、その3人は多分ないと思うんですよ、今回に限ってはそうですね、うんうん、なんかみんなお見合いしてたので、そうすごい牽制しちゃっとったんだ。すごい、やれる女ならやってみると。誰ファゾム、ファゾム誰、どの3人がない？え、キリンレモンさんとあと小坂さん、小坂さんですね。とファゾンさんの3人は一緒にいた。一緒にいたんで、右上の研究室のとこでずっとお見合いしてたんで。そう、ずっとお見合いしてた。そうそう、残りの4人の中にっていう話なんですけど。なんとも言えないんだよね、風遊さんがどこだか。うん。現場が分からないから。僕は分からないんですよ。ただ、風遊さん、私がさ、うん、私に殺されると思わなかったの？だから思ったから俺入れなかったんだって。え、その後さ、だって廊下にいたじゃん。廊下っていうか外でしょ。そうそう、その時もさ、私距離縮めてってみたのよ。縮めてた、近づいてきた、近づいてきた。その時に見てたの、バイタル。その時にバイタル見てた。え、でもさ、いや俺だってさ、最初は白蛇さんと一緒に通信室の方に行って、白蛇さんが後ろやったから、俺通信室の周り一周したかんね。もうこのまま追っかけられて通信室入ったらやばいと思って、一周回って入ろうかなと思ったら、ノンさん来たからまた通信室入れなくて。ああ、ミオさんがもしインポスターだとしたら、私には殺されないと思ってそこでバイタル見てたのとも思っちゃうんだよね。ちょっと怖いな。わからんすね。わからん。わからんと何とも言えんすね。やるじゃないか。ここでバイタルが見える。すごいなんか見てるな、あの人。すごい怖い。すごい怖い。なんで怖い。怖い。出る？めっちゃレモンさんに追われてるから怖くてほしい。あそこ安全だって言ってませんでした？怖い。なんか押せるもん押そうと思って。助けも終わって暇なんで、まあ誰かと一緒にいた方がいいだろうなって。あ、そう。そういうのもあるんです。いや、もう私三つ三つかな。終わりですか。僕まだ二つぐらい。私あと一個。私まだ三つあります。ぐらいはある。今回レモンさんにしか殺されてないから、もう身の危険を感じる。今回はインポスターじゃないです。今回は。今回も。今回も。いや、前回はインパーサーでしょ。今回白蛇さんですね、じゃあ。いや私また女性室の方にいたから今。でもさっきあれでしょ、多分ノンさんとペガサスさんが一応2人いて、ミカタルトさんと白蛇さんが単独ではいた、うん、そうです、私も単独です。うん、じゃあ白蛇さんですね。でも私って今柴山さんと研究室の方行ったんですけど、2人っきりだったから、うん、待ち伏せしてたら私のことをやれたと思うんですよね。まだキル、あれじゃないですか、あの会議終わったばっかりだから、キルクールタイム、そう、キルのクールタイムが切れてない可能性もあるんで、はい、っていうのがあるんですけど。私は標本室に行きたいんで、標本室早く行きたいんですよ。標本室に思い出がある。嘘。苦手なやつタスクがあるんでね。じゃあ行きそうになったらもう一回ボタン押してますね。
ノーホースのタスクやらして、まあ、だから疑うんだったらついてきてください、終わってる人。じゃあキリンさん、死にたくない。なんでだよ。じゃあ分かりました。キリンさんが亡くなっても僕らは大丈夫なんで。ああ、分かりました。じゃあ白蛇さんについていきます。なんでこう入ってるってね。え、私も入れられてる。あ、なんでなんだ。死んいや、これ新芽取りに行くのすごい難しい。みんな白蛇さんついてくる。さすがにみんなで行くのあるから、みんな行くな。みんな行くからいいや。ちょっとあれですね。いや、これちょっときついな。あ、すごい、二人一緒に。いや、ここきついな。向こう行ったから、いやでも単体じゃないからきついな。違うな、どうしような。向こう行ったから、立ち止まってるんだ。なんかみんないるの。じゃあこっち行こうか。いや、タスク終わっちゃうかな、これ。みんな一緒にいる。なんかみんな一緒にいるぞ。なんでみんなこんなに一緒に。きついかな。助かっちゃうかもしれない。いや、そこ二人はきつい。これはきついな。お。あ。え？ペさんナイスっす。バイタルです。僕もバイタルでやろうとしたら照明来たんで。ああ、なるほど。うん。で、緊急中はできないんだよね、あれね。そうですそうです。押せなかった。私とキリンレモンでずっとガチャ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 やってましたね。そう、見ました、それは。でも、ながら結構みんな固まってた気がする。そうです、白蛇さんは白ですね。タスクは誰？私、タスク終わってます。私も終わってます。終わってますね。ってことは、幽霊さんですね。誰かですね。なるほど。ノンさんか、ノンさん、僕、研究室で最後ですね、見たの。なんか端っこに立ってるのは見ましたけど。そうですね、ノンさんも、うん、やってましたね。私もそれ最後ですね。あの、身長と体重測ってなったりするやつ。ああ、あれそうなんだ。電気室で、その後電気のトラブルが来て、それを直して、で、その後そのままオフィス行ってバイタル見たらもう死んでたんで。うん、あれ、1回目の時って誰いましたっけ。僕と3人しかいなかったですね、僕含めて。僕と白蛇さんとパーソンさんですね。そうですね、うん、俺ちょっとタスクが遅れてたから、そっち優先させてもらった。私は女性室のところで閉じ込められてました。閉まってたから、多分もう死んでるとしたら研究室らへんだと思うんですよ。って考えると、どのタイミングで死んだかがちょっと分かんないんで、何とも言えないですけど。どっちだったかな。私ね、そのノンさんがいるときにみかんさんか小坂さん、どっちか緑色、うんとね、分かんない、紫で緑だったかな。もう一人いたんですよ、一緒に見てたの。なんか結構いたから分かんないな。うん、分かんない。でも、あ、そっか、あ、いたな、いた、女性室のところか。そうそうそう、一人いたんだよ。いたね、いた、女性室のところにノンさんがいた、確かに。研究室にみんないるときは俺もいたかな。俺、ペイさんいました。ペイさんと僕、うん、ペイさんとだよね。俺、研究室の電気配線をやってから、そのまま今度酸素ルームに行かなきゃだったから、遠かったんよね。遠いですね。そうですね、真逆。いやどっちだったかな。
疑いたくないけど見てない僕はみかんさんみかんさんのような気がするんだよな私も俺もさっきもちょっとみかんさんに入れてしまったけど今回も悲しいそうよねちょっとファズムにしとくわそうっすね入れる悩むなこれ乗っとくべきなのかなごめん優柔不断が一番いけねえこれあかんやつやタスク誰だろうなあれみんな動かないよみんな動かないのそうかみんなタスク終わってるから何もできないのかこればらけないから無理かもしらんなこれやばい関西なダブルキル二人がやったもう間に合わねえと思っていや僕今最後まで生き残ったと思ったら最後の最後に殺されたんですけどそうですよねダブルキルしてれば勝てるからそういうことか確かにされましたねあのとりあえず釣らないからとりあえず謝罪求めていいいやいや、それだったら俺に10回ぐらい謝れ。なんでね。あ、みかんさんはね、なんとなく思ってたんだよね、2回目の投票の時から。やめて。僕の名前を出すからじゃないですか。両親がね、こう。てか、話を入れないっていうのはダメだぞ、お前。いや、でも入れたけどね。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。